トビーテクノロジー株式会社です。私たちはですね、アイトラッキングを含んだ生体計測の、ハードソフト並びに調査の、サービスを行っております。で今日ご紹介するのはですね、その中でもアイトラッキングを使った、ハードいくつかのハードとそれから、調査の簡単な内容をご紹介させていただきます。アイトラッキングはですね、基本的に近赤外線とカメラ、アイカメラを使っています。で近赤外線で瞳孔の位置を確認して、眼球の向きと動きを計算して視線が人の視線がどこを見ているのかっていうのを出していく技術になっております。ウェアラブルタイプのものはですね、動き回りだから人がどこを見ているのかっていう空間の中のどこを見ているのかっていうのを撮るときに使っていただきます。でスクリーンベースタイプのものっていうのは画面の中でどこを見ているかっていうのを撮るもののときに使っていただいています。で VR に関してはもう本当にバーチャル空間の中のどこを見ているかっていうのを撮るっていうものになっています。で今こちらのアイトラッキングを使ってさまざまな分野で活用していただいておりまして、一つはまずは学術研究、大学の先生が、心理学だったりとか医学だったり工学だったりといったところのご自身のご研究にアイトラッキングを使っていただくというパターン、あとそれから民間さんの方では、そもそもですね、消費者さんがどこ見ながらお買い物してるんだという消費者行動なんかでこう活用していただくっていうのもだいぶ前から使っていただいております。でここ数年ぐらいでですね、非常にこう需要として高まっているのが製造業なんかの、その製造現場で作業者さんがどこを見ているのか、熟練ベテランの方がどこを見ながら作業しているのかっていう熟練の方の技能の伝承に使っていただくってことが多いですね。で今後はですね、もちろん人が減るところが見るところでは視線は絶対出てくるので、いろんなところで使っていただけるというふうに思っていまして、もちろん製造業はもちろんですし、そのまま、マーケティングで消費者さんの行動で撮っていただくってことももちろんですけれども、さらにそこから、車であったりとか医療であったりとか幅広いところまでこういろんなところでこう活用していただきたいなと思っています。